特殊警備隊は、海上保安庁の特殊部隊。c ャックや毒ガス事案など、高度な知識、技術を必要とする特殊な海上警備事案に対処する。大阪国際空港の公害問題を背景として、1960年代より大阪県に第二空港を設置することが検討され始めていた。諸般の検討や地元との調整を経て、建設位置は、 先週沖の大阪湾上と決定し、1980年代後半より、関西国際空港として、具体的な計画が着手された。しかし建設への反対運動も激化しており、極左暴力集団は消火器爆弾や迫撃弾などを用いて、関西地域で年間数百件ものテロゲリラ事件を引き起こしていた。この状況に対して、 1985年10月1日、同地を管轄する岸和田海上保安署に設置されたのが関西国際空港海上警備隊であった。陸地側を警備する大阪府警察機動隊と連携して海側の警備を担っており、隊員は第五艦区内に限らず全国から希望者を募って配置されていた。発足時はわずか8名であったが、 1987年には空港の本格的な着工に合わせて24名に増強され、1990年にはさらに37名に増強された。また1989年には日米原子力協定の適用を受けてフランスから返還されるプルトニウムの海上輸送が決定され、その際の護衛を海上保安庁が担当することになったことから、 そのための体制整備が進められることになった。その一環として、本庁警備第二課に設置されたのが、プルトニウム輸送船形状態であった。この部隊には、海形態からも、複数の隊員が参加したが、基本的には、やはり全国から選抜された隊員から構成されていた。1990年には、アメリカ海軍のネイビーシールズによる訓練が、施された。 その際に、ネイビー・シールズから、射撃、狙撃、接近格闘術、リペリング効果、ファストロープ効果など特殊部隊として必要な指導を受けたとされている。1992年に輸送が実施され、袋では巡視船、四季島の護えを受けて、フランスから日本まで、無機構で、総日数60日、総工程2万回りの輸送を実施したが、 輸送船、赤月丸に乗船した、軽状態は、往路や気候中も含めて、約5ヶ月間150日間にわたって一度も、上陸することなく、輸送船の警備を完遂した。そして1996年、海形態と軽状態を統合して設置されたのが、SST であった。SST 対員 SST は、 第5管区内の泉佐野市に位置する大阪特殊警備基地を本拠地としており、第1特殊警備隊から第7特殊警備隊までの7個小隊で編成されているとされている。各小隊は8名ずつ、隊長は2等海上保安制、副隊長は3等海上保安制で、隊員の中には救急救命士や危険物取扱いの有資格者も配属されている。 隊員はテロリストへの対処を想定しているため、武器使用のみならず、生物化学テロや爆発物、危険物への対応能力や、潜水技術にも長けている。また7体のうち、2体は爆発物処理、化学防護能力を備えている。海上保安庁には、NBC 対処の先住部隊がないため、東日本では、特殊救難隊が、そして、西日本では、 本部隊が対応するように分担している。対応する事案としては、シージャック、プルトニウムなどの重要な護衛ニウム、不審線事案対応、核核散防止のための臨検などのほか、船舶内で発生した暴動の鎮圧、海賊事案対応、覚醒剤密輸の取り締まり、密航の摘発などを行っている。主に中国の邪党や日本の暴力団が絡んだ。 覚醒剤密輸の取り締まりや密航の摘発への出動も多く、出動回数は日本の特殊部隊の中でも最多とされている。隊員は強硬な船内における制圧技術に優れ、ドア破壊による室内突入技術は世界の特殊作戦部隊と同レベルにあるとされる。2003年に実施されたオーストラリア東岸沖での PSI 加盟国による 合同演習で、SST が容疑船の制圧を担当した際に、海上自衛隊の幹部は、吸収、武器使用、制圧、被疑者の選択といった一連の行動が洗練され、完璧であると高く評価している。SST は、ヘリコプターからのリペリング効果、巡視艇、高速艇などによる、強行節減、気泡が出ない、循環式潜水機を使用した潜水による、 接近などによって対象船舶に乗り込み、下記装備等を使用して犯人を制圧する。突入に際しては公開されている限り自動小銃4名、拳銃4名の編成を取ることが多いようである。また任務によっては特別警備隊の支援を受ける場合もある。基本的に二人一組で行動する。SST は警察機関の特殊部隊ゆえに、 軍の特殊部隊とは異なる性格を持つ。隊員は警察官同様に容疑者を逮捕する司法警察職員であるため、証拠の収集や取り締まりは合法的であることが求められる。原則は容疑者を確保しなければならないため、隊員は業務に関連する法令を徹底的に叩き込まれ、武器使用についてどのような要件であれば、 法令を犯す恐れがないのか綿密に研究しているとされ、SST の射撃には、急所を確実に外せる技術と武器の精度が要求されることから、SST の射撃能力は高いと言われている。機密保持は、極めて厳しく、隊員は、海上保安庁のコンピュータ個人ファイルや名簿からも、名前を消される措置を受けており、人事記録簿にも記載されない。 海形隊の発足当初は、4インチ重心モデルの S&WM19 回転式拳銃に38スペシャル弾を装填して使用していたが、ネイビーシールズから指導を受けた際に、アメリカ軍人は海形隊隊員の優れた射撃精度に共担する一方、装弾数の少なさに伴う火力不足が指摘された。このことから、1992年には、 シグザウ LP228 自動式拳銃が導入された。拳銃よりも強力な銃器としては、1988年に H&KMP5A5SD6 短期間銃が導入されたほか、1992年には89式 5.56mm 小銃も導入された。海形態では、 狙撃銃として、64式 7.62mm 小銃に、小銃器を取り付けたものと方は M1500 を使用していたが、ボルトアクション式の方は M1500 は、時短装填の際に標的を見失うため、会場での狙撃には適さなかったとされている。また SST 設立後には、2000m 級の、長射点を誇るマクミラン射程の対物ライフルも、導入された。 また、SST 自身の装備ではないが、関西空港海上保安航空基地に配備されているサーブ340バイトと EC225LP は通常業務のほか、SST の移送を考慮した装備となっている。ありがとうございます。